皆さんこんにちは。今日はこれから、奈良に向かいます。大麻寺の奥の院で、祈り、私の新曲ですね、祈りの、祈りプロジェクトのトークショーが行われます。お願いします。ありがとうございます。エネルギーがいい、あの奈良のエネルギー本当に好きです。奈良は自分にとってもあの大阪とともにゆかりのある場所なので、またこうして、来られて嬉しかったです。ございます。どうぞ。お疲れ様です。ありがとうございました。あ、はい。あ、わかりました。はい。ブランケットだけこの中に持ってきてるんですけど、必要ないですよ。すごいね。すごいね。1個あってもすごい。そっか。これ YouTube 上げるから。YouTube 。なんかあれすごくない？なんかすごいぞ。あ、本当だ。どれ？どれ？あそこに。あ、本当だ。鎮座してる感じ。はあ。
今終わりました。少し皆さん見ていただけたでしょうか。あの分かりました、どこにあったか。あ、今一瞬さ撮影しようと思って撮りました。いい、そろそろですね。あ、分かりました。じゃあ、はい、撮り終わりならいきます。はい、ありがとうございます。ここ大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。はい、あ、ありがとうございます。心の充電がねできそうですね。これから、戻りたいと思います。すごいお礼でしたな。パパが今アグを取ってくれています。パパと12月ぶりだね、再会。フグを食べてます。大阪といえば今度はフグということで、フグめっちゃ美味しい。パパ、はい。そんな久しぶりじゃないね、12月やから。そうだね。また一緒やということで、パパと2人で楽しく食べてます。食べてます。すごいね。